遠路はるばるよくおいでくださったバースの姫君よ。突然の訪問、非礼の極みとは存じますが、緊急の事態ゆえ何卒ご容赦ください。おお、緊急の事態とな。はい、カイザーは全ての人間に対し宣戦布告を行いました。私はこの争いを何とか回避するべくここまで参った次第です。なるほど、王女殿下はお優しくていらっしゃる。ですが心配はご無用、我々の力をもってすればカイザーなど敵ではありません。え？ヨークがカイザーに侵略されると思って来てくださったのでしょう。大丈夫ですよ、思い上がる魔族どもを打ち砕き、バースも取り戻して差し上げましょう。違います、私は彼らとの間の誤解を解き争いを回避していただくために。誤解？あなた方が着せられた濡れ衣のことですかな。ここにはヘリオス様がいらっしゃるはず、あの方を通して話をしていただければ破局を防げるかもしれません。彼らはすでに殿下の国を滅ぼした。冥王の我々としては誤解を解いたところで今さら彼らを許すわけには参りませんな。そんな。陛下、数は少数なれど魔族の力は我らの想像を超えています。戦えば双方ともただでは済みませんぞ。我々はバースとは違う、魔族と戦う術も持っておる。あなた方はゆっくりと見学なさっていればよろしい。どうかお考え直しください。彼らと戦えば取り返しのつかないことに。衛兵、殿下は長旅でお疲れだ。お部屋へご案内して差し上げろ。陛下！ごゆるりと休まれよ、王女殿下。しかし、あのおっさんどもは何考えてんのかさっぱりわからへんな。彼らの目的は明白だ。この機にバースを乗っ取るつもりなんだろう。表面だけ見ればヨークは友好国であるバースの仇を取ったというわけね。そしてヨークは疲弊したバースを救う名目で軍をよこすだろう。そしてファム王女を名目だけの王座につける。だが実質はヨークの属国というわけだ。なんちゅうやつらや。これやから王族っちゅうは腐っとるんや。バースの王族は別やからな。ごめんなさい、みんなをこんなことに巻き込んでしまって。しょうがないよ、他に手立てがなかったんだし。何かここから抜け出すいい方法はないのかしら。ちょっと、ティティ。確かあんた鍵開け得意だったわよね。ああ。この部屋の鍵、開けられる？楽勝だね。だったらさっさと開けなさいよ！痛いじゃないか！あんたは、何をのんきに本なんか読んでるのよ！いや、ここなかなかいい本が揃ってるぜ。あのね、そんなことしてる場合じゃないでしょ。落ち着けよ、どうせ外には見張りだっているだろうに。外へ出てもまた捕まるのがオチさ。今はチャンスを待つことさ。あんたって妙なところで落ち着いてんのよね。わかったわ。今日で3日目か。相変わらず閉じ込められたまんまだね。退屈で死にそう。ほんま、体が腐ってまうわ。退屈してないのはあのバカくらいなもんよね。おこれは、ねえ、あれ何？カーリンったら、ま
またそんなところに。武器を持った人たちや魔物さんたちがいっぱい来るよ。なんやて？そうか、ようやく来たか。よし、早速例のものを使うのだ。それからヘリオスを連れ出す。奴は人質として使えるからな。行け。さて、あの男が持ち込んだものがどれほどのものか見せてもらうとするか。これでエントリー費は全て私のものになる。出るんだ。ほら、さっさと来ないか。うわ、レオン、見えるか？ごめん、ここからだとよく見えない。見なくともわかる。トゥルク軍の侵攻が始まったのだろう。ヨークの宣戦布告によってトゥルクはヨークと戦う口実を得たのだろうな。そんな、それでは私たちは何のためにここまで来たのか。とにかくこのチャンスを逃すわけにはいかないわ。ティティ。はい。はい、じゃないでしょ。逃げるんだから早く扉の鍵を開けて。いや、それが…何よ、はっきり言いなさいな。実は、さっき調べてみたんだが、ここの扉って外からでないと絶対開けられない仕組みになっていたんだ。なんでそんな大事なことを早く言わないのよ。悪い。まずいですね。早くここを逃げ出さないと、カイザー様が攻め込んできちゃう。エントリー比1の賢者と言われている。さあ、急いでここから出なさい。ヨーク王は君たちを皆殺しにするつもりです。なぜ？軟禁されていても私には独自の情報網があります。君たちのことも知っています。王はこの機会にバースの血を引く者を一人残らず消した方が良いと思っています。まもなくカイザーがこの城に攻め込んでくる中、今なら城の裏手から逃げられます。ヘリオス様は？無駄かもしれませんが、カイザーを止めてみます。ここ一連の事件には裏で糸を引いている人物がいます。ヨークの手駒の一つに過ぎません。誰がそんなこと？おそらく。なんや今のごっつい光と音は。まさかヨークをあれを使ったのか。一体何が起こったんだ。もはや一刻の猶予もありません。本当にあれを使ってしまったんだ。トゥルク軍は壊滅的なダメージを受けているはずです。まさか近所テラーホーク。詳しく説明している暇はありません。今一刻も早く脱出することが先決です。でもこれからどこへ行けばいいのか。ウルカヌスマウントのコローを訪ねなさい。そうすれば全ての真実が明らかになるでしょう。あのじいさんか。わかった、私が案内するわ。無事を祈ってます。いや、塔に攻め込まれてるやないかい。結局戦わなきゃいけないのか。Thank you.
Thank you.
よっしゃ、もっともやっつけようや。脱出だ。